キヒラリカとハニュー・ユズルがツーショットも、一歩下がる、ユズに、あざとい、キャンサットを、男版土屋太オとの異名も、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。女子フィギュアスケートのキヒラリンカ選手が3月26日、自身のインスタグラムで男子フィギュアスケートハニュー・ユズル選手とのツーショット写真を公開した。この写真は、 22から24日まで行われていたイス・世界フィギュアスケート選手権大会2019の打ち上げパーティーで撮ったと思われる一枚大舞台を終えて緊張の糸がほぐれたのか二人とも満面の笑みを浮かべ仲の良さも伝わってくる日本フィギュア界のトップに君臨する二人の貴重なツーショットファンには生唾ばものとなったようリプライには国内のみならず海外からも歓声が寄せられているだが その一方、ネット上では、ハブ選手の、あざとさを指摘する声が多く上がっているという。キヒラ選手より一歩下がって映っているため、顔が一回り小さくなっていることや、ピースをニャンニャンと動かしていることに、あざとい、女のファン受け狙っているとの声が多く寄せられている状態です。スポーツシライター。この写真は、キヒラ選手の自撮りで、背の高いハブ選手が、キヒラ選手が持つスマホの高さに合わせて、後ろに下がったため、 顔が小さくなってしまったという気がするが。しかし、さきのスポーツライターは、最近のハブ選手の言動にも、原因があるのではと指摘する。王子様キャラは崩せない。最近、ハブ選手は、やたら、かっこいい名言ばかりを残すようになっています。そのため、世界最強の羽生結弦と自己演出するようになった、王子様キャラを意識している、演技よりもファンのためのキャラ作りに必死だなとの批判も一部で上がり、 男版の土屋太トの異名もつけられてしまっている状態。まあ、別にアンチがいても、演技に影響はないですからね。ハブ選手にとっては痛くも痒くもないでしょうが。イス、世界フィギュアスケート選手権大会、2019、レワネイサン・チェン選手に敗れ、惜しくも2位となったハブ。よほど悔しかったのか、自分にとっては負けは死も同然だと思っていると発言し、そんなプロ根性を称える声が上がる一方で、 他の選手に失礼との声も上がり、賛否両論を巻き起こしていたが、とはいえ、彼の強さは確かなものだけに、そんな声を跳ねのける演技を見せてほしいものだ。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。 2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。